ね、じゃあこっちから入ろうか。はい、どうぞ。ごめんなさい、ちょっとね出かけないといけないから準備してたのよ。あ、倒しちゃった怒ったの、怒って倒しちゃったのね。怒って倒すよね。じゃあ病院行こうね。はい、リコーさん賢いね。ね。うんちしてないけど、まあ、うんちの検査はいいか。今回ね。大丈夫ってことにしときましょう。さっちゃん。リコーさんね。うん、賢い賢い。さっちゃん、リコーちゃん、リコーちゃん。リコーちゃん、リコーちゃん。座ってんのね、お座りしてんのね。分かってるから降りるの、降りる。はい、行きましょうか。はい、はい、ごめん。はい、ごめん。
ょう。はい、お料理をしておりましょう。これ消してね。もうおじさんも買いに来てくれるから、ん、下で待ってるよ。じゃあ下行こう、はっちゃん。はい、下行きますよ。おいで。なんかつけちゃったのかな、またつけちゃってる。消しとかないと。さあ行きましょう。はいはい、行こう行こう。はい、おりおりよ、はい、さあ行きましょう行きましょう。おじちゃん来るよって。はいはい、さあ、さっちゃん上から覗いてんの。はい、こっちこっち、こっち来て、おりといで。はい、ここ入って、ここ入って、アリコさんね。はいはい、ここ出てくるから。はいはい、どうぞ。あ、ほら来てくれた、来てくれた。はい、入って、さっちゃん。はいはい、どうぞ。はい、入って入って、さっちゃん入って入って。入らなかった、こっちから入れないか。じゃあこっちから上からにしようか。はい、じゃあ上から、はい、上から上から。あ、ダメ、入り慣れないからね、入り慣れてないからね、はい、よいしょ。はい、リコちゃん、リコちゃんね、ちょっとチャチャにはちっちゃいかな、チャチャにはちょっとちっちゃいかな。ちょっとごめんね、ちょっとの間。はいはい、ちょっとの間。はい、お利口さん。起きてるかな、起きてるかな。違いました。違ったね。ちょっと早いか。もう一回出てよ、出てようか。出てよ、じゃあもう一回。ごめん、ちょっと早かった。あれだった。バスというのかな、あれ。なんか違いました。車じゃなかった。もうちょっと待ってよね。賢いね。ちょっと待ってね。おじさん来てくれはったよ。ちょっとね、さっちゃんここ入ってて。お尻ちょっと拭いてあげようか。拭いとこうか、念のために。さっちゃん。なんで逃げてんの。お散歩じゃないよ。お散歩じゃないよ。すごいですよ。ねえ、おりこさんね。ねえ、はい、おりこさん。ごめんごめん。ちょっとね、だって、あれなのよ。ちょっとね、うんちしたからね、うんちをちょっと、はい、こっちをちょっと、ちょっと、ごめんごめん、上からは無理、下から無理だったんだ、下から無理でね、ちょっと、これここからこっち、一回入ってもらったんだけど、ちょっと早すぎたから出てもらったら、出てもらったらうんち、うんこしたのよ、だからうんこの検査もしてもらいたいから、ちょうどよかった、ちょっとさっちゃん、はいはい、ちょっとはい、お利口さん、こう入ってて、入りなれへんから、はい、おりこちゃん、おりこちゃん、はい、おりこちゃん、はい、おりこちゃんね、おりこちゃんね、はい、おりこちゃん。いや、おかしい。ちょっとほんなこれ、積んどいて、車に。積んどきます。お願いします。はい、ちょっと弁の用意してくるから、はい、いい？ごめん、すぐ行くし。そのまま開けといても。はい。はい、さっちゃん行きまーす。ちょっと行くよ。次か、さっちゃん。さっちゃん。
で寝ようかな。泣いてるけど賢い、ずっとじっとしてたから。アリコちゃんね、さっちゃん、あのめったに行かないから。はいはいはい、さっちゃん、ここだよ。あら、お顔見えた、お顔見えたね、お顔見えたね。はいはいはい、さっちゃんのおやつ持ってこなかった。あ、いいよね、そんな何も食べなくて。
いはいはいはい、いや、よかった。あの、ご無沙汰してて、はい、すみません。あの、閉めといてもらいます。閉めます、閉めます、はい、だから何ヶ月か前に、はい、ワクチンのことで、はい、本当は伺う予定だって終わってたと思うんですよ、はい、私、はいはい、で、ワクチンを前回の時にしていただくってことを診察が終わってからもう忘れてて、また次回っていうふうに、まあね、傷のことと爪のことはありましたからね、前回はね。どうでした？あ、爪取れちゃってて、はい、あ、爪、あの、普通に入ってきました。入ってきましたね、普通に入ってきてて、で、心配なことも全然なく、はい、よかったんです。で、あの、野良猫で私、その、あの、自分で飼っててどうするかっていうか悩んでたところがあったと思うんですけど、はい、で、友達のところに結局行って、あ、そうなんですか。それでも、おとなしくというか、もう全然、まあ、じゃあさっちゃんにとっては平和が訪れたって感じですね。そうです、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 もう本当に平和で猫にとっても良かったあ、そうですね。まあ、ただ私が2匹飼いたかったことがあったんだけどまあ正直ね、それはもう仕方ないんですよね、はい、やっぱりそうなるようになってたってことで、はいはい、まあ、そうですね、もうそれはやっぱりそれが良かったんだっていうのをやっとこう納得してますけどね、はいいろいろそのややこしいこと言って申し訳なかったんですけど、いや、全然全然、あの、今はそのチャイ君って言うんですけど、はい、あの、本当にあの出会ってはいないですけど、はい、穏やかに幸せに暮らしているので、あ、それは 何より、まあですね、何よりでした。本当に本当、ね、友達なんでね、あ、また一番いいですね。いえいえ、あの、また21日とか26日とか、その友達は、うん、まあ、猫はご主人が、はいはい、もう見てくれるってことで、家開けてもいいって言われてはるんですね、彼女は、ね、あ、そうなんですか。だから、まあ、泊まりがけで来てくれたりとか、あ、そうなんですか。あるんですけどね、猫飼い出したらその家開けたりできないじゃないですか。あ、まあまあ、そうよね。で、それが、あの、ご主人とよかったみたい、相性が。あ、そうなんですか。はい、だからご主人も可愛くて仕方ないよ。可愛くて仕方ない奥さんはもういいよっていう感じであの、来られるよっていうふうなことなんです。なるほど、なるほど。まあ、本当にそれで良かったなと思ってます。うん、はい、本当ですね。あの、お世話になって。良かった、良かった。はい、結果的にはね。そうなんです。猫から目線さんにも本当にお世話になって、うん、そうですよね、助かりまして、いろいろちょっとあの、あったりしたんですけど、うん、あの、ご迷惑というか、ちょっと、なんていうんですか、あったんだけど、本当にまあ、そちらの、その、メス猫のね、はい、あの、捕まえて、うんうん、あの、不妊手術していただくってこともしていただいて、ね、はいはい、で、チャイも手術していただいて、はいはいはい、あの、順調に行きましたので、ああ、よかったです、よかったです。本当に頼んでよかったですね。ねえ、でもそうですね、本当に言い方、うん、いい団体って感じ、もう猫のためにっていうね、猫のために、そう、本当によかったです、うん、それはそうなんですけど、それで今回は、はい、あの、首のところに3箇所ほどこうかさぶたができてて、なるほど。で、それがちょっと体触ってて、あの、あれと思って気がついたんですけど、うんうんうん、で、最初は怪我か、あの、知らないうちに猫と喧嘩したのかなってちょっと思ったんですね、はい、でも散歩行くのは私と必ず大体行くし、ただ1日だけ夜中に網戸を破いて雨の日に出て、で、数時間後かどんだけ経ってたか分かんないんだけど、はい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 、なんか鳴き声か、なんとなく胸騒ぎがして、あの、来てみたら、玄関のとこから、あの、中入って泣いてたっていう感じ。へぇー。あの、それで、ちょっとは濡れてたんですけど、はい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 。全然その、喧嘩とか、そう、なんかしたとかっていうイメージはなかった。ないんですか？ないんです。普通に、あの、楽しく遊んできたぐらいの感じ。で、このかさぶたができてるのが、
はい、その3箇所あるんですけど、はい、それが何なのかなと思って、そのマダニとかダニですか、はい、そういうのでも圧倒されたのとかっていうのをおっしゃる方がいらして、はい、そういう可能性があるのか、私はちょっと、まあ、可能性はありますね。そうですか、取るとしたら、はい、やっぱりちょっと赤いこう皮膚みたいな、すぐパッと取れるような感じじゃなかったし、そのままの状態なんですね。他のところはそのないんですけど、で痛くも痒くもなさそうだし、まあ、食欲はあるし、便も普通に出てるし、おしっこも普通にしてるし、それが気がついたのが1週間ほど前で。なるほど。で、その雨の日に出たっていうのが、そのまた1週間か2週間ぐらい前かしら、その日にちがね、なるほど、まあ大体2週間前ぐらいですね。そうですね。調べて、私動画を撮って、あれ、上げてたりするので、それで、ああ、その時の出来事もね。そうなんです。それで、それ見たら日にちとか、そういう時間とかも大体わかるんですけど、なるほど、それ調べてきてないんですけど。いやいや、まあ大体ね、でもまあそういう流れは。分かればいいので、はい、でどうしようかなと思いつつ、そのかさぶたが2箇所だと思ったらもう1箇所あったんで、はいはい、3箇所って気がついた時にやっぱりこれは見てもらうべきだなと思って予約させていただきます。わかりました。すみません。じゃあまあその辺も見ながらとあとうんち持ってきていただいて、うんちの検査とおしっこもあれな、はい、おしっこも調べていただいていただきたいんです。あと体重も全然調べてないので、あ、体重見ようなたくさんいるちょっと7.3。 7.3 太ってるんですか。はい、大きくなりましたね。6キロ台かなと思った。まあ、そうだね、増えてますね。増えてますね。さっちゃん笑い事ですね。いい暮らしを。いや、食欲あるし、食べへんかったらちょっとイライラするし。そうですね。そうなんですよ。よし、そっちゃん行くぞ。なにこちゃんね。なにこちゃんね。いやいな、ちょっと待ってよ。かしこい、かしこい。ね、かしこいね。え、なにこちゃん。お姉ちゃん問題なし。はい、調子いいね。大丈夫だ。調子も大丈夫。大丈夫ですか。で、どこにかさぶたがありますか。かさぶたね。はい。本当にこの首のところらへん。こっち側のところらへん。ここですね。ここが一箇所。はいはいはい。で、こっちのこのまた首元のところ。こっちですか。こっちのね。あ、ここですね。ここが3箇所目で、ちょっと大きいのが、はい、ああ、本当ですね。ここね、ありますね、うん、でもう1箇所あるんですよ。あ、ここでした。ここはい、あります。ああ、ありますね、はい、そこです。賢いね、さっち。賢いんだよな。あ、確かにこれかさぶたですね、うん、もう特にこの辺は束で抜けてくるね、うん、なんだろうと思って。毛がリッチなんで見にくいですね、非常にね。そうなんですよ。さっちゃん、ごめん。賢いね。先生、指どうされたの？これ、ワンコに噛まれました。大変やな。大きい子に。いやー。そう。いや、鎮静かけてたんですけどね。かかり際の時に、うん、あ、そうなんだ。急に振り返ってきて。あ、大きいね、はい、猫じゃねえね。ワンちゃん30キロぐらいだからね。そうですか。指なくなるかと思いました。いや、びっくり。あ、オッケー、見えてきたよ。これもう取れてますね。うん、こんな感じで、うん。もうこれ浮き上がってる。なんでしょ、これ。これはもう本当にかさぶたなんですよ。で、こうやって束で毛が抜ける場合っていうのは、うん、まあ、何かしらの原因で、うん、まあ、感染が起きて、もう毛ごと外に出しちゃってるってことが多いんですよ。あ、感染。
そうでまあまあいろいろ原因があります、これは、うん、はい、この要はかさぶただけで特定できるわけじゃないんですね。あ、そうなんですか。感染とは言ったけど基本的に感染、例えば皮膚がね、はいはい、人間でその飛び火みたいにかいちゃって、はいはい、ええ、ジュクジュクして感染が入りましたとかっていうのとまた別に原因があったりするので。あ、そうですか、うん、こんな大きいのはね私初めてなんですよ。なるほど。前からねちょこっと気になってて、こさわってたら取れて、はい、あの気にせんに買ったみたいな。ちっちゃいけどね。ですけど、はいはいはい、どうなんやろ、調べて分かるようなもんなんですか。これはねあの特性はなかなか難しいです。うん、あの猫の喧嘩とかじゃないってことですね。はい、猫の喧嘩とかじゃない。猫の喧嘩の場合っていうのは、うん、大概その口でとか爪でとかなってきますけど、うん、髪傷の場合、ペアで傷があることが多い。うん、あとは爪の場合っていうのは、うん、まあここまでならないことが多いですけどね。うん、まあでも喧嘩やったら多分野田さんは分かるんじゃないかなと思うんですよ。私ね、あの行って帰ってくるってもう本当にべったりくっついて、うんうん、でさちゃんも私が姿が見えないと、うんうん、あの泣くんですね。はいはいはい、で誰かよその人と喋ってると泣くの。あ、そうなんですか。もう先帰るって言うんですよ。あの相手しなかったら、私こうやって写真撮ってるでしょ、はい、カメラの前にじっとしてるんですよね、はいはい、ないと呼ぶんだけど私まだ人と喋ってたりするでしょ、はいはい、そしたらやっと動いて、でもうさっき帰るって感じ、あのそういうの嫌みたいで。嫌なんだよな。でそれからって言ってまた行きたいっていうところあるんですけど、うんうんうん、でも最近は本当に出るのも一緒帰るのも一緒っていう感じで散歩してるんですね。だからあんま関係ないと思うんですけどね、うん、そこ、ね、喧嘩はね。近所だって鳴き声が聞こえたらね、うんうん、なんか猫、黒猫いるよとかって近所の方がおっしゃるんだけど、はいはい、姿見たことないんですよ。あ、そうかそうか。だからお隣さんのメス猫さんがいるんだけど、はい、その猫ぐらいかな、猫って。その猫も自由にしてるんだけど、うんうんうん、まあほとんどメス猫だし年も10歳以上だから、うん、そんなで歩かないし、まあでもちょっとねあの歩いたりとかするかも知れないけど、うんうん、それはキジ猫なので。なるほど。でも黒猫に間違え、うちの猫が黒猫に間違えられたかなっておっしゃったりするんですけどね、私見たことないんですよそれ以外の猫。そのチャトラ猫以外。なるほどね。うちに来てたね、はいはいはい、本当にその猫はもう絶対うちに来るっていう猫で離れなかったから。そうなんですね。もう絶対この家の子になるっていう雰囲気で過ごしたんですよ、ね、断固として、ね、断固として。だからその分もうベタベタ慣れて、あのさっちゃん以上に抱っこしてくれやし、夏も。へえー、そうなんですね。そうなんですよ。まあすごい猫だったんですよね。そうかそうか。さっちゃんはそういうタイプじゃないんだけど、うん、でも昨日、まあ、初めて、うん、そう、こういうタイプだとその分類がね、この属流性皮膚炎っていうところになってきます。これ写していいですか。いいですよ、うん、でまあ特徴としてはやっぱかさぶた、うん、ボコッとこう盛り上がるようなかさぶたができて、まあやっぱ痒いことが多いんですけど、はい、じゃあ猫ちゃんが実際それをすごい痒がってるように見えるかどうかはちょっとまた別なんで、はいはい、まあ、でも通常はこれは痒いは一応痒いですよ。あ、そうですか。あ、そうですか。で原因がまあ今言ったその喧嘩とかやったら外傷性ですよね、はいはいはい、身体的要因とか、あとはまあ何かそこら辺が痛い、例えば耳の周りに集中してたら耳が痛いとか、そういうこともあるんですけど、かまあやっぱり皮膚炎かとか。ああ、皮膚炎というのは何か、これは中から来るものですよね、基本的には。そうなんですか。ああ、そう、食べ物で。アトピーアレルギーとかなんで。ああ。で、まあ、飲みやったら大概顔周りっていうのはこう手や顔が届きやすい場所であんまりなくて、背中が多いんで、ああ、そうですか。こっちは綺麗ですから。ここは全然何もそう、大丈夫ですね。あの調べてはいるんですけど、何もないんですよね。あとは一応、蚊。あ、蚊ね。蚊は可能性ありますよ。可能性は一応今時期的にはまだいますもんね、うん、可能性はあるかなと。散歩してても私家の裏だけでいますので。いますね。蚊取り線香持ってずっと行ってたんだけど、最近はもうちょっと手抜きでやってないから。なるほどなるほど。そう、うん、で、まあ、例えばその喧嘩だとか、まあ、外的な傷、うんうん、何かしらね、うんうん、とか蚊に刺されてやったら、うんうん、まあ、人間もそうですけど、うん、まあ治ったらおしまい、基本的には、はい、今回みたいにこうやってかさぶた剥がれてきてたら、もうそれで終了でいいんですよ。あ、そうですか。だけど、はいはい、こう中から来るものになってくると、やっぱり、まあ、今参加者のがまた増えてとか、治ったところがまたジュクジュクしてきて、まあ、繰り返す痒みっていうのが特徴になってくるので、その辺ちゃんと見極めてあげるのには、もう少し時間を置いてみたらいいと思いますよ。今治ってきてるんで、で基本的にはそういう、まあ、何かしら外的なものか中からのもので炎症が起きて、
まあ、感染が、うん、まあちょっと局所的に入ってるぐらいのもんだと思っていただいたらいいと思いますけどね。うんうん、そう心配しなくていいのかしら。あのすごい心配しなきゃいけないような腫瘍とかあと免疫疾患ってまた全然違うので、うん、そんなにあの怖い状態ではないです。基本はあと尿の検査、そう尿の検査とうんちの検査を今からさせてもらうんで。そうですか、お願いします。はい、でうんち今検査先にかけてるんですけど、おしっこ取ってきますんで、はい、はい、一旦さっちゃんお預かりして見ていきますので、はい、少しじゃあお待ちいただいてもいいです。はい、はい、お願いします。はい、これ好きね。大好き大好き大好き。うん、よかったね。よかったねって。もうここ慣れてる、ここ来たらなんかもう戻ってきたって感じ。して。なさっちゃん。ですね。行こうか。ありがとうございます。はい、じゃあ確認していきますんで。はい、さっちゃん行くよ。見ます。はい。ではお待ちください。はい、よろしくお願いします。じゃあ待ちやすいね。いいですか。はい、わかりました。はい、お願いします。はい。さっちゃんは結構。ハリコさんね、たっちゃん。はい、ちょっと待ってね。はい、お利口じゃん。の結果なんで、あ、はい、そうですか。尿検査で、まあ、問題があるとしたらですね、はいはいはい、まあ、例えば膀胱炎とか、そういう時に何が出てくるかというと、例えばここ、はい、の炎症がすごい上がってきたり、まあ、1プラスぐらいは全然大丈夫です、はい、これ血液が混じってきたりとか、
はい、そういうことも起きてないですし、はい、まあこれおしっこの酸性アルカリ性の度合いね、はい、よくあのトラブルになるときにアルカリイオンにすごい傾いてってありますけど、まあ、7.0、まあ、これギリギリ許容範囲内かなと。あ、そうですか。そんなひどい様子はなさそうですし、実際まあ、あのエコーで膀胱を見てしてますけど、はい、問題なしなんですね、はい、あ、そうですか、うん、はい、気に心配しなくていいです。でうんちの検査も問題ないの で、 そうですか、今のところは全然バッチリです。このままでいいのか。そのままでいいですねだからまあそのかさぶたのところはさっき言ったところで言うと、うん、まあちゃんと治ってまた同じようなことが出てくるのかどうかが大事なので、うん、あ、まあ、それはちょっと触って、そうですね、はい、ああいうの初めてなんで、うん、いや普通だったら気にしないんですけど、うんうんうん、今回はあれと思ったんですね、なんとなく、うんうんうん、だからでもどうかな、そのワンちゃんとかやったら、うん、じゃあ今更アレルギーアトピーひどくなってきますかってほとんどないんですけど、うんうん、猫ちゃん全然あるので、うん、あ、そうですか、はい、もうシニアになってからなる子もいますからね。あ、そうですか、うん、なんか特にこういうこと気付けて、普通に食べたいものを食べさせてか、あの書いてる場合ですね、やっぱりさっきも基本的に痒みを伴うので、はいはい、もしかしたらちょっとぐらいこう耳のとこ書いてたかもしれませんよね。 それがひどくなってきてて目立つようになったら早めに来てもらう方がいいです。あ、そうですか。いや、ほぼそんなに私気にならなかったんですよね、うんうん、それぐらいの印象だったら全然いいんですけどね、うん、なんかそんな、まあ、めったに書く猫じゃないのと、はい、最近は特に書かないし、はい、そういえば、はい、ちょっと書いたかなって思うぐらいに思い出す程度で、耳こう触っても何触ってもそんなあれだし、うん、本人もそんな、まあ毛づくろはよくするんですけど、まあまあそうですね、それとは別ですけどね、で、ご飯は私友達がいろいろくれたり、その YouTube で動画上げてるのでそのファンの方が送ってくださったりするんです ね、 ですね。だから美味しいものを選んで、いや、いいんですけど、あのただあんまりにも剃りすぎちゃうとね、はい、それこそ糖尿病になるとかっていう子もいますんで、今の時代ちょっとそれっぽくはないですか。大丈夫、あ、今は全然大丈夫ですよ。体重 7.何キロですけど大丈夫ですか。大丈夫です。あと、あの要はでもそこは痩せていかないと今は大丈夫だけどっていう、よく肥満は病気です人間も言うじゃないですか、うんうん、でも単純にやっぱ肥満の方が病気いろいろなるし、寿命短いっていうのは分かってるんで、血圧も上がるしね、はいはいはい、だから前回6キロ台でしたもんね。そうです、最初来た時7キロ で、 ですよ、ね、それがちょっとしばらくすると6キロ台になったんです ね、うんうん、ですね。だからチャイがいてたから余計にこう食欲がないとか、うん、元気がないとか、うんうん、そういうことはあったと思うんです。そうですよね、うん、で私そういうの、まあ、どんどん食べさせてるつもりはないんですけど、はい、ちょっと痩せたかなと思ってるくらいだったのが増えてたので驚いたって感じ、ね、わかりました。だからまああまり食べさせないとやっぱり怒ったりするから、まあ、だから量的に増やしてしまうともちろんどんどん太っちゃうんで、もう回数でごまかすしかないですね。頻繁にあげるってことですね。その方がいいんですか。はい、あ、そうですか。まだこう空腹時間が短いし、その都度お腹が猫ちゃん動く方がいいんで。そうですか、たくさんあげないでね。そう、まあ、60g 1日あげるにしても30、はい、30じゃなくて、はいはい、20、20、20とかに刻む方がやっぱり15、15、15、15でもいいですけど。そう、じゃあその方がやりやすいですね、うん、いっぺんにあげない方がいいと思いますね。わかりました、はい、で、かさぶた見ててもらって、うん、で別に新しい出てくれないなと思ったらワクチンまた、聞いていただきたいと思います。参照ワクチン。はい、今後ワクチンするんだったらそれでいいと思います。そうですか、よかったです。どうかなって、それをするって言って言いながら、もう先生も忙しそうだったし、もう今回会ってたし、帰った印象があるんですけど、はい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 、はい、で、また次回にと思ってて、はい、そのままちょっと気になってるって感じ。わかりました、わかりました。わかりました。じゃあ、また、はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、撮っていいかな、なっちゃん、はい。さっちゃんこっちからで、さっちゃん、例えば、さっちゃん持ってくれる？ああ、すいません。はい、行こう行こう。はい、お疲れ様。はい、バイバイって。バイバイ。はい、バイバイ。バイバイ。ありがとう。すいません。よし、助かったわ。はい。はい、暴れてる。暴れてる？怖いの？うん、そこ入れといてくれる？怖い？うん、そこ入れといて、ありがとう。すいません、お世話になりました。もう開けといて、まあそこ玄関も閉めといてくれる？はい、すいません。じゃあね、いっぱいいっぱい
え、パン？よいしょ。よかったね、さっちゃん。これお寿司いただいた。え？なになに？え？なに？コーヒー味が出たから、お父さんにお皿しようと。いや、はい、あ、好きなやつやね、うちの人。あ、これや。滋賀県別でやってるから貼ってただけか。そうなの。で、県はレベッカさんにあげちゃったの。いかがったかいかがあるのかわかんないけど。これね。もうまだやったのかな。私も。あ、うちの父母これ、よく言ってたわ、ロレンチーチ。朝日屋さんに。もう行ったよな。行ったな。え、誰が？うちの父と母。あ、ほんま。二人で行くって言ってた。あ、そうなんだ。なんか朝日屋さんから。そうなの、朝日屋さんでもやら私。あ、そうなのよ、うん、あ、そうなんだ、うん、あの大きな会館でもやらはったみたいな、ガモーの、うん、あー、そう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 、あ、そうなんだ、それはよかった、喜んではるやろ、多分行ったんじゃん、あ、そっか、私は渡すものないよね、うん、この家になんか ゲーム機ってなかったよね、ゲーム、え、どんな、知らん、私は知らんね、子供なんか、私この間 YouTube の人がこんなもん作ってくれたって着物に入れるやつの。何？消防剤？消臭剤？そうそうそうなの。全然消能。消能か。消能ってね、クスノキから取んのよ。クスノキから取んないで。あ、すごいいい香り。これトイレに置いてもいい？あ、めちゃめちゃいい香りや。お疲れ。いや、いいお母さんも。あのね、ミニにあげても、欲しいって言ってたら欲しくなっちゃう。ほな、ちょっとだけで。これはね、オイルなのよ。オイル、これを水にあれして、これあげる。嘘。いいの。うん。やった。で、これも。え、いいの。いいの、いいの。こうオイルね。これは優しい匂いして。うん。わざわざ福岡から、さっちゃんに会いに来てもらったの。いいの。あ、でも猫は、オイル、アロマ。これあかんねん、猫は。これはいい。猫はあかんねん。だから、トイレ、あかんの、これ。あ、ほんまや、仲良してくれ。トイレに置いといたらすごい。いいの？やった。やっぱ着物に入れて。着物ある？着物に入れたらいいの？着物のタンスがあるから。そうなの。それいくつも入れたらいいの？こっち入れたらいいの？これ皮。皮皮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 これいいわ。ここで絶対ちゃんとする。ここでする。で、顔はまた。そう、だから高いけど、いいと思う。いいと思う。全然違うと思う。あの薬の匂い嫌なの。そう。美しい。そうだね。これ全然もう、本当に。トーマの T シャツにも取れるといいよ。はい。どこからね。残ってない。どこで。あ、これ、分かった。あ、いいの。いらない。見ていい？ここの宮山市の人で。さっちゃんにわざわざ来て、宮山って徳島？いやいや、徳島ちゃん、福岡か、うん、宮山市、また来たいって言ってくれたんですよ。それをね、内職でね、奥さんと二人がね、こういう扱って、これを小分けして、こういうふうに折ったりとか、こういうふうにあの4グラムずつ測って包装するのをしたはんの。本職はバイク屋さんとパソコンの先生なんだけど、これも嬉しい。いいいい、ありがとう。うんうん。なんか俺お礼できないから。はいはい、どうも。バイバイ。ありがとう。じゃあ閉めるわね。はいどうも。はいはい。はいはい。さっちゃんよかったね。さっちゃんごめんね。ごめんなさい。ごめんごめん、ほったらかしてごめんね。とかね。ね。はいはい、なってあげよう。ごめんごめん、ごめんごめん。はい。はい、出して。はい、お帰りなさい、お帰りなさい。帰っちゃった。おじちゃんと、あ、チルちゃん帰っちゃった。ね。ご苦労様でした。さっちゃんよかったね。大丈夫って先生言わはったしね。ね。全然問題ないですよって言ってくれはったからね。よかったね。これつけて。寒いもん。寒いからこれつけようね。
ご苦労様。たっちゃんご苦労様。入ってたね。食入ってたね。ね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。苦労様、うん、ね、お疲れ様。お水飲もうか。お水とそのあれ食べようか。じゃあ、じゃあおじいちゃんにちょっとこれお供えしてくるわ。ね、これちょっとおじいちゃんお供えしてくるね。好きなパン、あの買ってきてくれはったから。さっちゃん上がるよ。無事に病院に住みました。おじいちゃんのパン、こういうの好きだからね。牛乳パンね、長野では牛乳パンあるのよね。買ってきてくれたのね。無事に病院住みました。問題なくてよかったです。かしゃぶたも蚊に刺された後とか食べ物で何かこう中からこう吹き出物みたいな感じで出るような場合があるけど、あの全然喧嘩とかじゃなくて、そういうのは飲みまだにとかもお尻の方に出るらしいから、そういうのでもないね。食べたものとか蚊に刺されたとかね、そういうちょこちょこなんか痒いの、ちょっと痒いのちょっと見てみるわ。なんか何もないよね。できてない、できてない、大丈夫。ね。よかったね。一安心。さっちゃん、一安心。血液検査と、エコー検査と、それと、おしっことね、うんこ、うんちとね、検査してもらったもんね。大丈夫でしたね。お疲れ様。ね、キャリーをまた、うん、持って上がってこないとね。これはね、セーターの入れ物。セーター入ってた入れ物ね。ダンボール入りたいの？ダンボール入る。あ、倒れるよ。倒れちゃうよ。なっちゃん、ダンボール入んの？うん、こっちこっち。ニコさんね。お疲れ様でした。
さま。ほっと一息ね、さっちゃん。ね、よかったね。ばあちゃんは一安心。さっちゃんはお疲れ様やね。ね、ちょっと小分けにして食べたらいいらしいから、いっぺんに食べないでね。いっぺんに食べないでね。ちょっとずつ食べたらいいらしいからね。
じゃあさっちゃんたちょっと食べるの待って。お腹空いてんの。お腹し、おばあちゃんもお腹空い。ちょっとわかった。わかった。わかった。さっちゃんご褒美にこれあげるから。ちょっと待ってくれる？ちょっとお皿に入れ替えするから。あ、さっちゃん このお皿に入れ替えしようか。はいはい、ここ入れてあげる。さっちゃんのもここ入れるからちょっと待ってくれる？はい。さあ入れますよ。はい、さっちゃん、はいはい入れるよ。はい、入れますよ。今おばあちゃんはうどん食べるわね。おうどん食べて、さっちゃんはお刺身ね。はい、分かった。さっちゃんお刺身、はい、お刺身これね。はいはい、どれ食べる？ん？これがいいの、ホタテがいいの。はいはい、じゃあホタテ。ホタテと、何これ、カニカマはかんわね。これお魚、これはいいかな。これは食べていいね。はい、どうぞ。ホタテとね、ホタテとね、何かな、それは鮭ね、サーモンね。めんつゆちょっと入れよう。めんつゆここに入れて、ね、こうして、これあったかい、冷たいので食べるのかな、冷やしで食べるのかな。はい、さっちゃん、いただきます。さっちゃん、いただきます。このうどんチンした方がいいかな。ちょっとチンしてこようかな。ちょっとチンしてる間にさっちゃん食べちゃうかな。なあ、さっちゃん何食べてんの。食べていいもんと悪いもんとあるからね。さっちゃんこれ、はい、さっちゃんホタテが好きね。ホタテとね、これはね、これダメよね、これ食べちゃう、うん、色ついてない。いくらはもう塩がついてるからダメでしょ、うん、ホタテあげるわ。はい、ホタテどうぞね。で食べてね。温めてきたから。さっちゃん食べた。いただきます。おいしい。さっちゃんサーモンぐらいね。グラとサーモン食べなかったらもうこのカニカマボコなんかダメでしょ。食べたね。何食べるの？これ何それ？カニカマボコ。カニカマボコ食べていいのかな。あかんよね。きっと。うん。忘れてるからね。うん。あった。うんうん。何食べてんの？これあげよう、これ。はい。さっきこの毛玉ケア。こっちがいいの。こっちがいいの。こっちがいいの。これおうどん。おうどんがいい？おうどん食べる？なっちゃん、おうどん。おうどん、はい、おうどんどうぞ。おうどんどうぞ。おうどん、はい、はい、どうぞ。
何美味しいの？こっちは？こっち。うん、かつお節かかってるやつ。じゃあ何食べたんだろう。食べられるんだ。今まで食べなかったのにね。かっちゃんすごいね。食べられるようになったのかな？これ入れた。はい、これは？はい、どうぞ。さっちゃんすごいね。さっちゃんはすごい人間化してるから、ばあちゃんは猫化してるから当然かもね。コツが出てきたね。何食べてんの？鹿児島もある？食べられるもある？これ食べられないでしょ？これ食べる？あー、よくだよこれ。お魚、はい、こっち、はい、サーモン、はい、サーモン食べて。サーモン食べて。ね、カネカバボコ。うん、うわ、いった。カニカマここダメだよ。さっちゃんこっち。さっちゃんこっち。
たね。ごちそうさま。ちゃちゃんもさ、もういらない？
いてきちゃったの、起きちゃったの。お利口さん、賢かったね。ちょっとこっち散らかってるから、ごめん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 。おばあちゃんちょっとね、後片付けしてたのよ。さっちゃん、さっちゃん、あのあそこで寝てくれてたでしょ、四角いベッドでね。長いこと寝たね、偉かったね。もう疲れたからね、今日はもう散歩行けなくていいよね。もう外、外に病院行ったのかお散歩みたいなもんだからね、なっちゃだったね。お利口さん、なっちゃん、お利口ちゃん、お利口さん、ね、あとかさぶた1個だけね、ここちょいてんのね。もう一つ取っちゃったもんね、ちっちゃいのね。体調もいいもんね、体調もいいしね、よく寝たね、よく寝たね、ごろんち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 たね。ここだけだ、ここ一箇所ね、一箇所ね、ここもうちょっとかな。取れるね、これもう取れるわ、さっちゃん、もう取れたわ、取れちゃった、ほらかさぶた取れちゃった、乾燥してるわね、こんなこんなこんな、ほらこんな、あんまり映ってないけど、こんなあれよね、映るのかな、映らないか、下って映らないのか、映らないね、映らない。まあ乾燥して、ね、毛に、ここに毛にくっついてる感じね。ご苦労さま、束になって抜けるよ、た取れました、ね、取れました、大丈夫。またね、またいっぱい出てくるような感じだったらね、あれだけど、あとかさぶたらしいものないもんね。またカキカキしてたらちょっと気をつけたらいいけどね気をつけるわね、もうちょっとおばあちゃん気をつけるわね、さっちゃんね、大丈夫かな、ひっくり返らないで、ひっくり返らないでね。じゃあ熱くないの、背中熱くなっちゃって、よくしとこう、ぼやけちゃう。
さっちゃん、さっちゃん、ベッド来る？ここベッド入る？ベッド入る？抱かれよう。もうちょっと前やってあげようか、こうして。ゴミ取って、ゴミ取ってね。さっちゃん。よいしょ、抱っこちってね、抱っこちってね、抱っこ嫌かな、倒れちゃった、倒れちゃった、カメラ倒れちゃったね、カメラ倒れちゃったね、おばあちゃんが倒してるんだね。マリコさんね、マリコさん、はい、ごめんねちゃん、ごめんねちゃん、食べようね、晩ご飯食べよう。ね？お腹すいたね。うん、お腹すいた。お腹すいた。カリカリ食べようか。ね？カリカリ食べよう。ちょっとずつ食べたらいいって言わはったから先生ね。はい、じゃあちょっと普通のカリカリ。はい、これ食べましょう。入れるよ。いい？はい。はい、どうぞ。食べてね、お子さんね、さっちゃん食べたらおかわりあげるしね、ちょっとずつ食べたらいいって言われたかもね、ちょっとずつ食べようね、おばあちゃんがうろうろしたらなんか違うものもらえるかなとかって思っちゃうもんね、はい、もうちょっとじゃあこっち入れた、これ入れたけよ、これね、これ入れるよ、はい、はい、どうぞ、ね、ちょっと落ち着いてるわね、よいしょ、でももう水ぐらい買うことね、食べちゃったね、もうちょっと、ね、はいはい、ごちそうさま、ごちそうさま。
ごちそうさま。ね。ごちそうさまね。美味しかったね。ね。お子さんね。はい。はい。はい。よかっちゃん。お様でした。
ママ、はい、さっちゃん、美味しいの用意したよ。うん、美味しいの用意したよ。これ、はい、食べたいもんね。美味しいの食べたいもんね。ちょっと待ってね。ちょっとこっち、ちょっとこっち、こっち、こっち離れて。はい、さっちゃん、じゃあこれね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくれる？ちょっとこれ服についてのはい、できました。さっちゃん、美味しいのあるよ。はいはい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これね、あー、お腹空いた。お腹空いたね。美味しい、美味しい、美味しい、美味しいね。空いてたもんね。ちょっと足りないもんね。カリカリで。美味しかった？ちょっとあるか。あ、食べちゃった。美味しかったね、さっちゃん。美味しかったね、美味しかったね。はい、ごちそうさま。ごちそうさま。ね、美味しかったね。あ、美味しかったね、さっちゃん。そんなとこ上がってもないよ。もう冷蔵庫閉まっちゃった。さっちゃん、ないよ。半分冷蔵庫。そこにはないはず。何にも。なかったでしょ？ね？なかったね。なんかいつもと量が違うなと思ってるね。美味しかった、美味しかった。美味しかった、美味しかった。美味しかったね。美味しかったね。あ、美味しかった。ごちそうさま。あらま、どこ行くの？さっちゃん、どこ行くの？さっちゃん。美味しかったね。
ちゃんも寝るよ。食べてるの。食べなかったやつ食べてる。もう寝ますよ、さっちゃん。